ドルビーアトモスで聞いてみた。やばいです迫力がやっぱ全然違くて、メンバーが遠くにいるはずなんですけど、すぐ目の前とか横で歌ってくれてるような、パフォーマンスしてくれてるような感覚、あの元に戻れなくなりそうです、これを一回聞くと圧倒的な臨場感というか、ちょっと驚きましたね。なんていうんですかね、没入感がやっぱ変わってくる気がしますね。これもずっと見てられるというか、圧倒的にドルビーアトモスの方が、あの中の響きで歌ってる。通常のツーミックスだと声響き、でもドルビーアトモスだと声があってこう響きがあるみたいな。いや面白いですすごい、はい、あのライブで結構その浪感っていうんですか、キックの音だったりとか、ああいう振動系がやっぱりこう臨場感、体で感じる部分だと思うんですけど、なんかドルビーに変えた瞬間にやっぱ自分がそこに入ったような、で周りでこう鳴ってるっていう、まあ、地面が鳴ってるようなこう感覚っていうんですかね、結構ライブを見てる感じに近いっていうか、すごいあの会場内にいるみたいな臨場感があって、ちょっと音の圧にびっくりしました。やっぱ本当に会場の中にいる空間っていう感じがします。もう武道館の特等席ですねにいる感じで音が聞こえたので楽しかったです。全方位からやっぱ曲が聞こえるような、自分に歌ってもらってるような、ね、私も自分に今歌ってもらってましたねいやもうすごかったです。もうやっぱりモノノフたちも周りにここにいるんじゃないかっていうような臨場感で、もう一人ぼっちじゃないんだなっていうのをすごい今実感しながらライブを見ることができました。声がこうなんですか、ダイレクトに来るっていうか、うん、こう聞き入ってしまうっていうか、入っていけるっていう感じになりましたね、はい、映画館になんかいるような、はい、音の響きとかがすごい伝わってきて、うん、よかったなと思いました、うん、ちょっと本当に一緒に振りたいなっていうぐらいのなんか部屋じゃないみたいで、もっと広い空間の中にいる感じがしました、うん、感動して涙出そうですなんか思い出して武道館当日行ったんですけど、それを思い出すような音響と臨場感でした。ここにいるのを忘れてペンライト振っちゃいました。ももいろクローバー Z 祝典ツアーライブブルーレイ、ドルビーアトモス対応で好評発売中。